絵を描くことが苦手それから下手と思われている方が初めてあのコピックアート教室に参加された時あれ自分はうまく描けるんじゃないかなと思っていただくことが一番大切ですデイサービスには身体面や精神面でさまざまな状態にある方が通われています。ピックアートにに参加する方も実に様々で どなたも最初は少し自信なさげで不安を抱えておられるようですでも参加してしばらくすると絵を描きながら頭をよく使っているだとかあとよく夜眠れるようになったよって話してくださいますちょうど主人がカメラ趣味でしたので。 武蔵野風景を中心に取りだめてくれたものの、作品の中から自分の好きな構図を選んで、先生にお見せして選ばせていただいております。あの、自分だけの色、そしてそのコピック画から通して。過去の、その時のあの思い出とか感情が自分の胸にこみ上げてきて。 とても脳トレになるっていうのかしらあのそういう時間が持てるっていうことが少しずつの時間なんですけれども利用して色を重ねていくっていうところにとても嬉しいと思っております。前回あのちょうど孫の4歳ぐらいの時の写真を出しましたら次は自分も描いてほしいっていうリクエストが次女の方からも出ましてそういうことも大変励みになりまして。 今年の年賀状におばあちゃんがこの作品展に出るから見に来てねってこういうふうにあの知らせましたの楽しみです。私どもデイサービスセンターのコピックアート教室はご利用者の認知機能の自立度に合わせて複数ご用意しているところに特徴があります。これはあのコピックアート教室を単にあの趣味の教室としてではなく 医学的に証明されている脳の活性化の効果を認知症予防プログラムですとか認知症対応プログラムとして活かしたいという考えに基づいていますで実際にあの教室に参加されている利用者さんのご様子を拝見しますと参加する前よりも表情が豊かになって周囲との会話が増えているっていうのが分かります 私たちのデイサービスセンターで、あの、活躍してくださっているコピックアート教室の指導者の方を、私たちはあのコピックアートエキスパートというふうに、あの、お呼びしています。で、コピックアートエキスパートの方は、あの認知症にこうかかられた方の、まあ固有の世界があるんですが、その理解に努めまして、うまく書けない。 たとしてもですね決して否定せずその方を受け止めてご本人が持っていらっしゃる主観の世界というものを、まあ、よりよく評価して声をかけてくださっています。でまたあの周辺の専門職に対しては画風の変化をいち早く察して認知機能の状態変化をお知らせいただいています。でこのような実態かからあのコピークアート教室があの認知症予防とか 認知対応により有効に関わるためにはコピックアートエキスパートの存在が欠かせないというふうに考えています。